はい、今回はですね、テキストと、まあ、こういったね、キャラクターを使って、まあ、簡単なこういったアニメをね、ちょっと作りたいと思います。まあ、結構早いんで、なかなかね、シビアなキーフレーム打ちが要求されると思うんですが、頑張っていきましょう。はい、今回はですね、まず4つの人を登場させます。こんなような感じでね、各一人一人を作っていく感じなんですが、モーションコントロールですね、あとグラフィデータも使って登場の仕方にインパクトをつけます。あと文字ですね、はい、文字の方はうまくね、エフェクトをかけてデコレーションする。そして動かしをね、ちょっと工夫するみたいな感じにします。で、4人目までできましたら、最後、はい、ネスト化して全部を統合するといった形まで説明したいと思います。はい、まずですね、今回のやつね、一人目、四人出るので、まあ一人目という形で、おもちゃに、モーション、一人目、まあ一人目でもいいです。何かしら分かるような形でコンポジション名をつけてください。720か400個、まあ10秒、まあ1秒か2秒あればいいんですけども、10秒で設定したいと思います。さあ、まずですね、ここでか分かりやすいのは背景ですね。背景。よいしょ。はい、グラデーションをかけます。もうこれね、鉄板ですよね。ただ単にホワイトだと意味がないので、グラデーションで放射状、そして色をつけてあげるっていうのがポイントです。もうこれ結構使うんでね、もうパッとできるような形で、コマンド N、コマンド Y でささっとまずね、ここでパッパッパッと出しちゃうとかっこいいと思います。さあ、続いてですね、こちらの方なんですけども、はい、アニメーション作っちゃいます。今回ね、好きなキャラクターを一人選んでいただいて、こんなような形でですね、まあこれも非常に単純ですよね。はい。大きさと、はい、スケールで、ね、位置のスケール、ここら辺を変えています。はい、これね、せっかく習ったのでグラフィデーター使いましょう。位置とスケールね、この辺をね、ちょっとうまくやっていただいて、はい、例えば最初早く出るんだったらこういうような形でですね、 Easy is in みたいな感じでやってあげるといいかなと思います。はい、じゃあスケールの方もね、両方とも Easy is in にします。はい、そうするとこんな感じで出ます。一瞬ですよね、ほんと。これは分からないんじゃないかなって感じなんですけども、まあ長くした場合は結構分かりやすいと思うんですけど、この辺手抜かずにね、やっといた方がいいと思いますね。短いからってやんないとかじゃなくて、何に対してもグラフィデータを使うという意欲を持っていただきたいと思います。そしてですね、続いてテキストになります。はい、まあこのような感じでテキストを打ちます。で、まあ文字の方をね、選んでいただいて、アウトラインつけましょう。まあアウトライン今ないと白なんですけども、こんな感じでつけます。はい、あとですね、文字の方にはですね、ドロップシャドウをこれつけてあります。はい、これありとなしなんですけども、エフェクトのですね、遠近というのがあります。ここでドロップシャドウです。はい、これはね、結構ね、文字には多用するエフェクトですね。これでですね、入れるとどうなるかというと、後ろに影ができます。こんな感じです。これなし、ありなんですけども、初期設定だとね、距離があんまないんで、これ結構いじる必要があります。これ影のね、距離なんです。これをね、いじになって、ほとんど効いてるかどうか分かんないっていうのがあるんで、これ必ず動かしてあげてください。あと柔らかさね、こんな感じの反射具合。はい、こういった形と、あと角度ね、こういったのをうまく使っていって行います。で、これは黒でいいんですけども、例えば背景が黒にドロップシャドウ黒かけても全く効果がありません。やられてしまいます。ということで、できれば分かりやすい色ね、背景が黒だったら白のドロップシャドウを選ばないと NG になっちゃうということを覚えてあげてくださいね。で、テキストの時は、これね、アンカーポイント。これね、真ん中に設定してあげるとね、いいような気がするんですよ。結構動きとか、回転とかあると思うんですけど、例えばここでちょっと回転させるにしても、真ん中で回転するじゃないですか。これがテキスト押すと左になっちゃったりするんで、この辺結構真ん中にしといた方がいいかなっていう感じもいたします。さあ、そしてですね、これを、そうだな、ちょっとスケールを100ぐらいにしちゃって、それでね、ちょっと傾きましょうか。こんな感じにしましょう。そして、この後モーションをつけるんですけども、まあ1秒なんでね、ほとんどモーションがないと思うんですが、そうだな、もうほんと、ウィグラーあたり使っちゃってもいいかもしれませんね。1で2つ、1秒で打ってもらって、まあちょっと余裕持って、キーフレーム作って、ここでウィグラーです。はい。で、ここの、まあ、そうですね、ちょこっと動けばいいんで、そうですね、このぐらいでもいいかな。強さだけを10ぐらいにしましょうか。ちょっとこれでやってみます。はい。そうすると、こんな感じで動きますよね。まあ、この値はもうちょっとね、いろいろと研究していただいて結構だと思うんですが、動きます。で、モーションブラーをかけます。はい、2つにかけまして、はい、まずは、ちょっとね、下の人、キャラ隠してるんですが、こんな感じになります。
はい、出てきましたよ。バン出てきます。もう一瞬ですね。1秒ですからね。あっという間です。はい、続いてですね、今度はお名前の方打ちます。はい、こちらですね、このお名前になります。で、まあこれも大きさとかね、ちょっといろいろと考えていただきたいんですが、今ちょっと下隠してるんでこんなような感じなんですけども、まあ位置をねこんな感じで微妙に持ってくればいいかなっていうふうに思います。で、レイアウトこんなような形で、入っていって、お、はい、こう動いてるんですけども、下の文字もちょっと動かしたいなと。これもその場合に有効なのが親子関係ですね。はい、これをジュエルセイバー、お名前の方をジュエルセイバーと同じ語源しますよということで、親子関係ペアレントコントロールします。そうすると同じ動きになりますよね。まあモーションブラーこれもかけてあげるといいんですけども、こんなような感じで動きます。で、あとキャラクターを入れれば、まあ一瞬なんですけども、こういう風な感じでまずは出来上がりです。はい、1個目作ることができましたら、今度2個目です。はい、同じような感じでですね、ほんと10フレぐらいでね、どんどん作っていただければと思うんですけども、はい、2人目3人目ということで、まあワンパターンなのにね、ちょっとうまくね、こう文字の移動とかキャラの移動ね、ちょっとこう工夫をしてあげるといいかなと思います。はい、こんなような形でですね、作りましたら、今度は新規コンポジションね、こちらの方を使いまして、いよいよネスト化を行います。まあ各1人目2人目3人4人作って、それを統合するような形です。じゃあここでは統合っていうので打っていただいて、まあデュレーション10秒あれば余裕なんで OK を押します。さあ、そうしましたら今度キャラクター1人目からね、並べていきたいと思うんですけども、こんなような感じで並べていきます。まず1人目、そして2人目、はい、3人4人と並べていくんですけども、ここでのですね、並びっていうのをうまく順々に変えていく必要があります。はい、でここはだいたい10フレぐらいで次に行ってんですよね。なんでこうして20フレでこうして、今度は1秒前後でみたいな感じになるかな。はい、こんなような感じですね。1,2,3,4 あっという間なんですよね、これね。なんでまあこの辺はね、ちょっといろいろと皆さんもう少し余裕持って作ってもいただいても大丈夫なんですが、まあこちらの方でちょっとね、10フレで設定させていただきました。はい、続いてですね、目つぶし効果ですね。ちょっとこう一瞬パンパンと光るような、そういった効果を作りたいと思います。これボス戦1でもやりましたよね、新規ヘイメンなんですけど、今回は白色でやってます。で、このフレームレートね、めっちゃくちゃもう2フレとかでいいんじゃないかな。こんな感じにします。ちょっとね、多すぎるんで、よいしょ、ここでレイヤーパネルでやっちゃいましょう。はい、そしてここで今一瞬2フレとね、1フレをね、ちょっと混ぜるんですよ。ここがミソですね。こう入れますよ。そして複製は編集から複製をやると、もう一個同じものが出てきますので、これをね、対応してあげるといいと思います。選択して編集から複製です。はい、これをまあ 1,2,3,4 つこう入れるんですけども、これね、入れるときね、全部が同じだとね、パターン化しちゃうんで、あのなんかこまめに 1フレとか2フレを混ぜてあげるといいかなと思いますね。今交互に 1,2,1,2 でやってるんですけども、ちょっとこれで見てみましょう。はい、そうすると少しね、こうリズム感というか、ちょっとこうパターン化しないような感じになるので、まあ3フレ入れてもいいかなとは思うんですけども、今回白でちょっと入れてみた、見てやってみました。最後の仕上げですね。仕上げの呪文いきます。これだけでもね、結構悪くはないんですけども、なんかね、ペラいんですよね。薄っぺらいっていうか、平面なんで当たり前なんですけども、これをもうちょっと立体感あるものにしたいということで、ちょっとやってみたいと思います。まずはですね、新規平面黒、はい、これを作ります。こんな感じにして、はい、 OK を押して作ります。実は真っ黒になっちゃいますよね。まあ当たり前なんですけども、ここからですね、何を作るかですね、ビネット効果というのを作りたいと思います。縁が欠けるような、そんなようなエフェクトです。さあ、ここなんですけども、はい、エフェクトから描画の円というのがあります。はい、これやりましょう。はい、そうするとですね、すでにもう円の、ま、なんていうか、こう丸い円、ただの丸ができてます。で、この円なんですけども、うまくですね、ちょっとぼかしとかね、大きさを変えていきます。ちょっと半径がまずね、小さいんで、はい、こんな感じにします。うわ、でけーって感じで、もう300、もうこんなぐらいにしちゃっていいですよ。これアニメーションさせたらよくわかんないですけど、まあこういう風にします。はい、そしたらエッジのぼかし、はい、ここのぼかしっていうのをね、チェック入れて、ここをね、思いっきりいきます。
150ぐらい、160ぐらいにしようかな。はい、今こうなっちゃってるんですけども、これをね円を反転させるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、はい、わかります？縁が白くなりました。で、白だとちょっといけないので、これ黒にしちゃいます。さあ、そうするとわかります？なんか周りがぼやけた感じになります。ちょっとね、この半径をいじるとわかるんですけども、こうなってるんですよ。これがぼかしの範囲の半径ですね。ここと大きさをいじることによって、なんていうか、ちょっとこう中心に照明が当たってるような、そういった効果っていうのを出すことができるわけです。さあ、これで見てみると、なんかこう結構洗練された感じになりますよね。はい、ラストはですね、これで OK なんですけども、もう少し意識調を変えたい人は、ここから調整レイヤーを使います。はい、調整レイヤーを使うことによって、その下にあるですね、ものに全てエフェクト効果が出るというものです。最初に使ったね、この円のところは一番上にしちゃう方がいいと思うんで、影響なしにしましょう。そして、調整レイヤーからこちらの方を選択します。で、これはね、白にも影響しない方がいいんで、まあ、白だともうどうにもならないんですけどね。はい、こうします。そして、4つ、1,2,3,4 と作ったものに対しての影響を出るという形にします。調整レイヤーのここにしますよ。そしてエフェクトから、はい、もうこれはおなじみの、はい、トーンカーブ、はい、この辺をやってあげましょう。そうすると、まあ色をいじることができるんですけども、全体をね、ちょっとね、こうコントラストを豊かにしたいなって感じだと、こういう風にもできますし、ね、ちょっとこうしましょうか。こういう風にしましょう。はい、そして、例えばちょっと緑っぽくしたいなってった場合には、こういう風にすることもできます。逆に赤っぽくすることも可能です。青っぽくすることもできますよ。ここでね、各ねチャンネルをね切り替えていじることができますので、ちょっとまあ今こんなような形で、まあ、作ったんですけども、そうすると全体がねこんな感じで、ちょっとこう濃い色が出ていい感じになるんじゃないかなっていうので変えてみました。さあ、今回はですね、まあ結構こう最初のボス戦で使った技っていうのをですね、結構対応したんで、まあ難しくはないかなとは思ったんですけども、最後のね、円と調整レイヤー、円で、ビネットっていう効果を作って、まあ、立体的に見せようというところと、あと、調整レイヤーを使ってその下のねエフェクトを全部こう色を変えるというところです。調整レイヤーの位置ね、ほんと気をつけないと全部にかかっちゃうんで、今後も調整レイヤーってね、こう一番上にかけるってわけではなく、どこにかけるかを考えながら作っていくっていうところも大事かなというふうに思います。